皆さんこんばんは。最近夜寝るときにドラえもんをずっとパソコンで流しっぱなしでそのまま寝ていたら、朝起きたらパソコンの電源がつかなくなっていた元男の子の青木かのんです。秘宝です。私がずっとこの YouTube 活動使っていた2015年モデルの MacBook Air 11インチが、お亡くなりになりました。かなり古いモデルなんで仕方ないと思うし、で YouTuber を専業としてやってるのにもかかわらず、こんなんでやってんのみたいな感じでよく言われるんですよ。周りの YouTuber さんにも言われるから。で今回私はじゃーん、 iPad Pro 11インチのスペースグレー 1TB モデルを買っちゃいました。今更みたいな。お前2020年モデルのリーク情報今出てるじゃないかと、3月に発売されるらしいのに、お前今更買ったのって思われてしまうと思うんですよ。それは重々承知の上、約1年2ヶ月前に発売されたんですかね。まあ古いと世間的には。いや新しいだろ。十分新しいだろ。今回私がこの動画で言いたいのが、なぜこのタイミングで2018年モデルを買ったのかということと、今このタイミングであえて買うべき理由、悩んでる方々に少しでも参考になればいいかなと思い作らせていただきます。 iPad Pro 気になるよねっていう方々にも突き刺さるように頑張って動画作りますんで、あとは Wi-Fi モデルとセルラーモデルってどっちがいいのって迷ってる方もいっぱいいると思うんですね。そこについてもお話ししていきます。よかったら最後まで見ていってください。これいいんですよ。今こうやって私台本を読めるんですよ、 iPad だったら。そう、 iPad ならね。まず私の前提としましては、パソコンはもう使わないよっていうこと。パソコンなきゃ YouTube の動画作れないじゃんみたいな感じだと思うんですけども、以前も動画で話したと思うんですけども、私ってこの YouTube チャンネルを2人で運営させていただいてて、分担して二人三脚で動画作ってんですよね。で私がやる作業って言ったら、動画の素材を固めてそれを送ったりとか、あとはいらない部分をカットしたり、そこそこマシンのパワーは必要な作業だけども、細かい作業をするかって言われたらそうでもない。それなのでパソコンで特段やらなきゃいけないことっていうのが今現段階ではないっていうことで、 iPad が選択肢に入ったわけです。私が今までやってた作業って、この iPad だったら8割ぐらいカバーできると思うんですよ。でなぜ8割カバーできるようになったかっていうと、この前 iPad OS っていうのが出たじゃないですか。普通のパソコンに限りなく近い感じで iPad が使えるようになった。今までは iPad って言ったら単なる大きくなった iPhone みたいな。なんとこの iPad はマウスが使えるんです。すごいでしょ。それが私の中でめちゃめちゃでかくて、サムネイルを作ったり画像の切り取りをしたりとか、あとカットする時も何分何秒のところで細かく裁断したいみたいなっていう時にマウスが必須なんですよね。あと他には PDF とか書類関係とかも全部これで管理できるので、パソコンいるかなっていう風になりまして、完全お引越しを踏み切りました。二つ目は安定しているからっていうことなんですよ。だいたい2がかなり安定しませんか。その改善点とかを次期 iPad に搭載して安定するみたいな。でこれも、いやこれあれか、1、これフルモデルチェンジの1だから、ある意味これ1か。いやいや、まあでもこれが出た時はもうフルモデルチェンジだって言われてるんですけども、フルモデルチェンジに見えるけども、まあ、できることはそこまであんまり変わってないと。アルミボディだったりとか、カメラも一眼だったり、歴代の iPad を基本的に継承して作った安定したモデルだと思うんで、かなりいいと思います。こちらのリーク画像を見てみてください。次の次期 iPad っていうのは予想の範疇の中だけの話なんですけども、三眼カメラ、背面が今のこの iPhone 11 Pro と同じすりガラス調っていう感じで、フルモデルチェンジなんですよ。わかります？なので別次元のものになっているっていう、私は個人的な判断をしたんで、それに私が個人的に思うのが、タブレットに三眼のカメラって必要あるかなっていう点。まあ確かに旅行先とか行くと、中国の方とか、あとはどっちかというとちょっとご年配の方って iPad で写真撮ってたりとかしません？大きな画面でこうやって安定したこの握りでね、撮りたいっていうのもあると思うから、それはそれでいいかなと思うんですけども、そんなにっていう。
点ですね。皆さんにおすすめするとしたら、だいたいセカンドモデルが安定するって言われてるんで、2021年モデルの iPad の方がいいかなと思いますね。ただですね、私次の iPad も買います。やっぱりこういうレビュー動画を出したいっていう点、あとは YouTube っていうこうなんかネットとか SNS に関わる仕事をしてるんで、常に最新なものを触って情報を得たいっていうこの2つの理由があるんですけども、あくまでもメイン機はこの iPad 2018年モデルでございます。私 iPhone X が出た時10買ったんですけども、結局 iPhone 8に一時期戻してるんですよね。フルモデルチェンジしたからいきなり柔軟に対応できなくて、3つ目が値段が新型より安いのに高スペっていうことなんですけども、多分高くなるんじゃないのっていうこと、それは三眼カメラになるっていうことと、あと背面がそのすりガラス状になるっていうのも今いろいろありますし、そこが私が気になる点ですかね。2017年モデルに発売された iPad Pro、 これの1個前のモデルですよね。それも未だにフラッグシップモデル級のパフォーマンスを発揮できてるんですよ。まあ、これよりもしかしたらコストパフォーマンス的に2017年モデル買っちゃってもいいんじゃないかって思うんですけども、やっぱり人間って新しいものを使っていた方が喜びっていうか優越感っていうか、新しいものが持ててるからちょっと頑張ろうみたいな。まあ、2017年はちょっともう OS のサポート期間も考えるとこっちの方がいいかなと思います。しかもベンチマークが安ツツの測定した他の方の画像を見たら70万ぐらいスコア出てたんですよね。70万ってパソコン超えてるじゃんみたいな。 iPhone 11 Pro とかも45万とか55万、この間ぐらいだと思うんですよ。70万ってっていうレベル、パソコンとか比べてもこっちの方が圧倒的に性能が上っていうことなんですよね。で、私も動画の書き出しテスト、こっちで1時間の動画素材を書き出しするとき、体感的に3倍近く早いですね、こっちの方が。もたつくことが一切ない。あと3年はバリバリ使えちゃうんじゃないかなっていう、まあ、これも個人的な感想ですよ。で、次がですね、皆さんよく最近耳にする、みんな耳にタコできちゃうんじゃないのっていうぐらい日々聞いてると思うんですけども、 5G の対応が2021年以降の iPad になるかもみたいな記事をネットで見ましてですね、しかもそこが大手のサイトなんですけども、まあそれはちょっと分かんないですけどね。次のやつも多分 4G の LTE モデルだとは思います。なんで今のうちにこっちを買っといて2年後、それがいいと思います。買う気になってきた？よし、じゃあ値段を言っていこう。まず私が使っている11インチモデルは Wi-Fi モデルが 89,800円、 12.9インチ、 111,800円。次はですね、セルラーモデル11インチが 106,800円、 12.9インチの 64GB、 128,800円税抜き。高いな。でですね、私のようにこのパソコンライクに使いたいという方かなりいらっしゃると思うんですよ。っていう場合はキーボード、こうやって、はい、これでこうやりたいんですよね。ってなると税抜き 19,800円、めっちゃ高くない？いやー、アップルさんお上手ですね。そしてペンシルもあった方がいいと思うんですよ。絵を描かない人でもペンシルはかなり便利、こうやってメモを使ったりとかもできるんですけども、パチッと上につけてで充電できたりとかするんですね。でそれがですね 14,500円、フル装備でやると最低でも税抜き 12,400円かかるんですよね。高い
ただタブレットとしての認識があるから高いと思ってしまうだけで、もうめちゃめちゃいろいろなことが手軽に痒いところが届くスーパーパソコンだと思えば、私はお得感があると思います。でもやっぱり迷うなっていう方まだまだいらっしゃると思うんで、もう少し後押ししますね。一般用途、まず音楽かなりいいです。4つのスピーカーがついてるんですよ。下手なコンポとかあるじゃないですか、よりも全然大きな音出て、しかも音もいいみたいな。ちょっとね、伝わりづらいんですけども、私のデビューシングルちょっと一瞬聴いてみますか。これまだ半分のこのボリューム 50% ぐらいしか出してないです。じゃあ最大にしてみましょうか、一瞬だけ。うわ、ちょっとやばいね。でネットの干渉もめちゃめちゃいいんですよ。これ私がよく使うのはスプリットビューって言って、この画面分割ですよね。これねいいですよ。例えばこっちに Kindle とか参考書とかの教材ここに出しつつ、ここにノートやれば見ながら勉強ができる。勉強がはかどるわけですよ。実際に私が勉強に使っているのはこんな感じです。こんな風にノート取ったりしてます。物理的に物が必要になったらコンビニとかで印刷すればいいだけですし、それ私結構便利に使ってます。11インチだから画面領域を有意義に使えるんですよ。なのでネット鑑賞をしたい人とかもかなりいいと思います。あとはですね、体感的にパソコンよりバッテリーが長い。パソコンって言ったら裏でいろんな脳みそとかなんかうわーって回ってると思うんですよ。いろんな。iPad って結構そのバッテリーの効率化がなんかシステム的にあって、私で言うと2日に1回充電すればいいかなっていうレベル。例えばカフェ行って勉強したりとか、家でちょろっとこうやって動画見たりとか、ずっと何時間もやるんだったら別ですけども、一般の用途的だったら持ちます。かつモバイルバッテリーでどこでも充電ができちゃう。あとはタイプ C に対応してるんで急速充電できるんですよ。結構早いですよ、充電満了になるのが。重さなんですけども重いです11インチは 468g なんですよね。でこれも加えるとしたら、ずっとこうやって持ってると結構しんどくなってきます。そこがちょっとデメリットっていうか、重えなっていう。そして最後なんですけども、 Wi-Fi 版かセルラー版どっちがいいか、私は迷わずセルラー版がおすすめだと思います。なぜかというと、いちいちネットつなぐときにWi-Fi の画面までこうやって設定開いて、 Wi-Fi オンでネットワーク選択して、やっとネットつないだと思ったらネットつながなかったエラーみたいな。 Wi-Fi ってもういろんな要因で不安定になったりとかするじゃないですか。ってことを考えると、スマホみたいに使えるセルラーモデルが私はすごいいいと思います。ただ新しい通信会社と契約するっていうのは、私もめっちゃめんどくさいなっていうか、いちいち審査、なんか新規契約とかドコモショップ行ったりあるじゃないですか。ただ私は別の方法でこれを解決しました。それがですね、Amazon とか見ていただくとプリペイドの SIM が売ってるんですよ。でこれは自己責任なんで、私ここにちょっと載せることはできないんですけども、あくまでこれ自己責任です。なんかプリペイドSIMとかで6ヶ月間で月に120ギガぐらい使えて、半年でだいたい1万5000円とかって、最初はめっちゃ怪しいなと思って、そんなの嘘でしょって、月いくらよっていう、めちゃめちゃ安いで、私はそれを使ってるんですけども、全くむしろ普通のスマホと同等のスピード、ネットスピード。タブレットに関しては電話回線の
機能がない SIM を私はこの中に入れて使ってます。めちゃめちゃ便利です。なので自己責任ではあるんですけども、Amazon とか調べてプリペイド半年間とか100ギガプランとか見てみてください。まあ、いろんな YouTuber さんがこれのスペックとかレビューしてるんで、細かいことはそういった方々見た方がいいと思うんですけども、あくまで私は使ってここが良かったなって思ったことを今回は体感ではあるんですけどもお話をさせていただきました。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。Twitter、Instagram、あと TikTok もやってますし、普段はですね、このようなガジェット系の動画も最近出し始めてますし、あとそれ以外だと渡るくんっていう彼氏との一緒に動画撮ったりとか、まあ、バラエティ系の動画とかいろいろやってます。よかったら気になった方他の動画も見てみてください。少しでも楽しんでいただけた方グッドボタン、チャンネル登録お願いします。また次の動画でお会いしましょう。